皆さんこんにちは、ヤマケイです。今回なんですけど、白竜をテーマにした絵があって、私がシリーズで描いているんですけど、そちらの絵の描き方のプロセスをお見せしようと思います。こちらのシリーズは2年ほど前から描き出して、今描いてある作品がちょうど3作目にあたる作品になります。ちなみに一番最初に描いたのがプルシアンブルーを使った作品で、2番目に描いたのがブルーと紫を使って描いた作品になります。まあこんな感じですね。どちらかというとシルエット調な感じの作品になっており、いつも描いているあの描き込むタイプの竜ではなくて、竜のシルエットで見せて周りを描き込んでいくっていう感じの描き方で描いております。今はちょうど背景を塗っていっているところですね。ドライヤーを使うと時間短縮にもなるんでおすすめですよ。で、使用する画材なんですけど、アクリルガッシュを使用して描いております。で、アクリルガッシュは普通のアクリルとは違って発色がいいので、色ののりものりやすいし、で、コスパ的にも普通のアクリル絵の具よりか不透明の方が安く設定しております。ガッシュの方がですね。で、下地塗りがある程度終わったんで、今はもう塗り、本ちゃん塗りをしているところですね。まあこんな感じでちょっと厚塗りで塗っていきます。まあ私はこんな感じで、最初薄く下地を塗った後厚塗りでモチーフを塗っていくってことが多いです。今うっすらと見えているアウトラインあるじゃないですか。こちらの方は普通の油性マジックで描きました。まあ、油性マジックだと水を使ってもにじむこともないし、ある程度均一な線が描きやすいので、今回はこちらの油性マジックでアウトラインを取って絵の具で描き始めました。ある程度描いたらドライヤーで乾かすっていうのを何度も繰り返しながら描き進めていきます。で、絵の具がまだ乾ききってない状態で筆で修正することもできるんで、そういう時はあのティッシュとかで一度筆の水分を取って、そこから描いていくといいです。ある程度できたんで、次はエアブラシによる作業を開始します。で、なぜエアブラシを使うかと言いますと、やはりキメの細かさが違うんですよね。もっとふわっとした感じの表現ができるんで、私はちょこちょここちらのエアブラシを使用して描いております。あとガラスや鏡などに描くときはもう絶対エアブラシがないと厳しいですね。絶対ではないかもしれないですけど。どうですか皆さん、だいぶふわーってきましたよね、これだけでも。で、いよいよこっからが本ちゃん描きのスタートです。加速がついてきた。ただの倍速っすけどね。ここで注意しておかないといけないことがあるんですけど、すべてエアブラシでやりすぎるとふわーっとなりすぎてメリハリが全然つかなくなるんですよね。その竜だけにふわーっとした感じを与えたかったんで、まああくまでそのふわーっとさせたいポイントだけに使用するってことを心がけてやるといい作品が生まれると思います。で、上からまた一つ一つ細かい線などを描いていくんですけど、この作業がめっちゃ楽しいです。明るい色が終わったんで、今度は
暗い赤を背景の方に入れて描いていきます。こうすることによって龍が手前に出てくるんですよね。ピンクとホワイトを混ぜたラインを鼻に施していきます。今回のテーマカラーはピンクとゴールドなんで、まあ春の桜をイメージしたようなカラーで今回は仕上げることにしました。じゃあ桜描きないよっていう感じになるんですけど、どうしてもこのボタンの花だけは譲れんかったっすね。じゃあなんでこのボタンの花にこだわるかって言いますと、まあボタンっていうのは花の中でもまあ王様的なそういう位置にいる花らしいんですよね。でその位の高い花と白龍が合わさったらなんかめちゃめちゃいいなって思って、これでシリーズ化することに決めました。でこの白龍なんですけど、なぜ白龍にしたかと言いますと、周りを描いていってちょうどその龍の部分だけ描かずにっていう描き方で最初描いてたんですけど、そしてたまたまやっぱ白地の色、白色がその抜けて現れた時にうわ白龍いいなって、ただそのキャンバスの色なんですけど、わ白龍いいわと思って、それが決め手だったっすね。どういう決め手なんですかね。で今描いているのは龍の右足の爪の部分だったんですけど、こちらは後から追加しました。アウトラインにもゴールドを入れたりしてちょっと変化を持たせて描いていきます。まあ、こうすることによってこのパッと見た時にあこれ何色やっちゃろうみたいなんてさらに面白くなります。で2回目のエアー作業を入れてまた細かく描いていく作業に戻って2周目をスタートさせたところです。意外と手込んでるんですよ。先ほどと同じ作業をもう一度やっていきます。でこうすることによってまたどんどん色の深みなどが増していってふわっとした表現が可能になります。ここに来てようやく白龍っぽくなってきましたね。楽しい。ああ楽しい。今クールに描いてる風に見えるんですけど、めっちゃ楽しいです。アウトラインにもちょっと表情を持たせて、グッと締めたいところにはちょっと暗めの赤を持ってきて、ふわっとさせたい表情のところには白と金を混ぜた絵の具でアウトラインを引きました。まあこうすることによってちょっとしたなんか抑揚みたいなのがその平面の中にも出せるんで、まあこういうので飽きさせないような作品を作ることを心がけて描いております。うわまた日差しに当てるとふわっときていい。今は最終調整をしているところです。もう終盤なので細かい塗り残しなどをチェックして書いております。どっかはみ出したとこねえかなとか思いながら、なんかあったみたいな感じで何度もそれを繰り返しながら最終調整をしております。
まあ、やっぱちょっとはみ出したとことか残ってるとやっぱかっこ悪いんで、そこはやっぱきっちりするように心がけております。お疲れ様でした。無事に仕上がりました。まあこんな感じでどうでしょうか。皆さん、なかなかいい色出せたかなって自分で言うのもなんなんですけど、気に入りました。いや、いいかもしれん、これいい。まあ、今回の山系アートいかがだったでしょうか。今回はこちらの大岡白龍の第3作目を紹介させていただきました。私はこんな描き方でこのシリーズを描いております。少しでも何かの参考になれれば嬉しいです。それでは次回も山系アートお楽しみに。